インタビュー。こんにちは、堀真奈です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いします。お願いします。早川さん、今月もよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、2月の8日も冬真っ盛りですね。最近私は冬、特に鍋めっちゃ食べるんですよ。あー、いいですね。鍋の素にハマってて、はいはいはい、いろいろ種類あるんですよね。なんか豚骨もそうだし、豆乳、キムチ、トマト。あ、そうだね。そう、最近はそんな日々で、私の冬の楽しみといえば鍋なんですけど、早川さん、なんかあります？冬の楽しみ。たまにはちょっと 人並みなこと言わないとまずいよね。いつもつまらないかマニアックかどっちかだよね。マニアック系いきますもんね、いつも。何、冬の楽しみ？うん、冬の楽しみ、私は鍋です。いかに喉を痛めないことに命をかけるかみたいな感じかな。ほら、前も僕たち声の仕事じゃないですか、だからちょっとこのマニアックな方がいいと思いますけど、昔はほら、やっぱりこのコロナとかも流行る前は、まあ喉弱かったけど、どうするかって言って、まあ普通に手洗いうがいしてみたいなことだったんですけど、まあね、これ聞いてる方は過去のバックナンバーも見れるんで、多少ご存知の方もいるかもしれませんが、まあ一昨年ぐらいにね、あのコロナがそろそろ危ないなと思った時に、まあもともと喉が弱かったんで、その辺を克服するためになんかいろいろできないかなと思った時に、あの慢性上咽頭炎というですね、ものがあるんですけど、まあ、多くの人が喉が痛いっていうのを、まあ、いろんなね、もともと喉弱いってみんな結構よく言うけど、それってアバウトじゃん、すごく。確かに、まあ、それが実は慢性上咽頭炎だよっていうふうにですね、僕が仙台で堀田治先生という、まあ、著名な先生で、あの本も出してる方なんですけど、はい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 、で、まあ、その先生からいろいろ伺って、まあ、鼻うがいが一つ、まあ、鼻うがいはね、以前からいいよって話ありますけど、でもっとすごいのがですね、その先生のところ行くと治療してもらえるんですけど、EAT という治療法があってですね、その上咽頭、まあ、慢性上咽頭、上咽頭っていうとなんか喉のイメージあるんですけど、実は鼻の奥なんですね。まあ、喉とつながってるから一緒なんです。そこに簡単に言うとですね、すげえ長い綿棒いるんです。これつまりインフルエンザの検査とか、まあ、好きって人あんまいないよね。PCR 受けたことないですけど、PCR も多分それに近いと思うんですけど、要はその入れるやつなんですよ。で、要はそこに、塩化亜鉛というですね、まあ、殺菌する液をつけて、その長い細い綿棒にね、で鼻にガッ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 って入れるんです。これ絶対あのよくテレビだったら真似しないでくださいって出てくるんですけど、それをその堀田先生のところで行く、そういう治療法があるんですよ。堀田先生はその第一人者で、もう全国から集まってくるんですけど、で僕はこう一昨年の9月ぐらいに、まあ、先生の本も読んで取材させてもらって、でその自分の状態も見てもらったら、やっぱり慢性上咽頭炎だっていうこと でその、やっていたってめっちゃ痛かった、まあ、痛いってのはやっぱ悪いってことなの。あ、悪いから痛いの。で血もつくし、そうそうそう、よくほら、針刺したりいろんな時も血はちょっと出した方がいいとかさ、悪い血って出た方がいいって、はい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 、にも近いんだけど、でどんどんそれを1ヶ月2ヶ月やってると痛くなくなってきて、もちろんちょっと風邪気味の時とかはちょっと痛くなるんですけど、でそれを、まあ、基本はその堀田先生のとこ行ってやるんですけど、堀田先生が、まあ、その堀田先生の責任においてですね、見た患者さんにやり方を教えてくれて、でもちろんリスクあるんだよ。リスクあるんだけど、本来であればリスクあるんだけど、まあ、堀田先生すごい本当に素晴らしい医師なので、まあ、いざとだったら自分が責任取るっていうことで、ただまあ、やり方を教えていただいて、要は僕は鼻に綿棒ですね。これあんまりマニアックすぎて言って、2本、朝晩2本ずつ、その塩化亜鉛つけて、トットットットっていうのを、この2年やっていて、で、まあコロナはもちろんですけど、インフルもですけど、風邪も、喉、風邪も一回も引いてないですけど、喉弱いんですけど、一回も痛めてないんですよ、この2年というか3年。そうなんだ。そう、だから、まあ素晴らしいというか、まあ興味ある方はね、この YouTube、ポッドキャストに曲がってるかな、堀田先生の、堀田治先生なんですけど、インタビューにご覧いただくか、堀田治で検索していただくと、その辺書いてあると思うので、で、僕の番組のリスナーの方も、それでわざわざ仙台行って、治療してもらった方もいますけど、全然その価値は。あると思いますね。ちょっと季節して話長くなっちゃったんですけど、まあその堀田先生のおかげで、そのイートが、これが一番
効果ありますけど、それと鼻うがいと、うん、あと口テープ。ああ、聞きますね。要は口呼吸がいけないんだよね。だからその3つやったり、あと寝る前に頭に湯たんぽやるとか、この頭の後ろのところから上咽頭を温める。まあ、話し出すとこれね、今、もう面白い人は面白がってくれてると思いますが、めっちゃ興味津々です、はい。普通の人はちょっと引くと思うんで、そろそろ止めておきたいと思いますが、それが僕の冬の楽しみです。マナさんの鍋のいい話から、今日これ楽しみみたいなね。はい、ライトな話を聞くと思ったら、意外とディープな、しっかりお勉強になる話。これフリートークネタだったね、これね。月末ライブネタだったね。はい。すいません。ということで、今回も本編に入っていきたいと思います。前回に引き続き、越野純子さんのインタビューの第3回です。今回もそのね、本読んでとかインタビュー見ての感想、はい、私の感想になるんですけど、はい、なんて言うんだろう、越野先生のお話、本通して、こう、今、この瞬間に注目してる方なんだなっていうのがすごく伝わってきて、こうチャンスをつかむにしてもそうだし、やる、やらないにしても、こう今何をやりたいか、こう、この瞬間、すごくその印象が強くて。そうだよね。その今言ってくれたように、本当に今っていうのを大切にされる方で、それで2つ思い出したんですけど、うん、はい、まあ1つはね、基本的にすぐ私忘れちゃうのっていうふうにね、おっしゃってましたね。その多分インタビューでもおっしゃってたと思いますが、以前からもそうにおっしゃって、それはやっぱりね、今をすごく大事にしていること。あと多分結果より、その、ある意味、家庭とかね、その時感じたことを大切にされてるからと、うん、だと思うんですけど、あとは、やっぱりね、インタビュー中でも僕触れましたけど、美しいもののね、うん、話をされていた時に、うん、今最近美しいと思ったもの何ですかって言った時に、まあもうちょっとネタバレしますけど、今日もう流れてるかな、はい、ね、目の前にその当日雪だったので降っている雪を美しいっておっしゃってましたよね。うん、過去にその美しいって感じてたものは、その過去の記憶、うん、過去の感情だから、まあ、別に否定するわけじゃないんですけど、うん、やっぱり美しいものはと聞かれたら、今、ね、目の前で美しいという感じた感情が間違いないっていうふうにね、おっしゃってたように僕は、思ったので、やっぱりそういう意味でもマナさんおっしゃるように、まあ、とにかく今をね、大事にしている人、だからこそ過去にこだわらないし、未来はこう、今の連続から、だと多分思って一つ一つ丁寧に大切に生きてる方なんだなというふうに僕も実感しました。うん、それでは、早川さんと越野純子さんのインタビュー第3回をお聞きください。散々やるっていうところでもありますが、先生この中でもやっぱり遊びは心の中からそうですね、うん、でありますし、心のところにも遊びのセンスってありますけど、うん、提案したいのはすごく高度な遊びと、真面目一辺倒ではない余裕と発展性のある遊びってあると思うんですけど、うん、余裕ですね、はい、なんか僕、うん、そこがよくもあると思う。自分では真面目なんですよ。なので、遊びっていう言葉が。真面目ってね、1たす1は2なんですよ。あ、1たす1は無限大にならないと、はい。だからそれは、おもてなしのセンスです、はい。おもてなしのセンス。おもてなしっていうのは、江戸時代はね、思っても見ないことを成し遂げるっていうの。うん、だからもう隠しといて、温めといて、うん。隠しといて、自分でもびっくりするように、はい、貯めといて、うん、いいタイミングでも誰にも悟らずに、うん、バッて、やっぱりこう感動って大きいですよ、うんうんうん、だからやたらと見え見えってんじゃなくて、はい、ある程度こう作戦ってあるじゃないですか、うんうんうん、喜んでもらうにはね、前々からね、明日こういうのあるからねちょっと面白くなると思う。確かに。でも明日わかんないからちょっと朝起きてごらん、どんな風になってるか面白いよってなると、うん、朝起きるのも楽しみじゃないですか、はいはい、だから明日分かんないから面白いんで、明日のこと言っちゃったら、うん、明日どっち見て雨よったら、あ、そう、じゃあもう寝てるわってなるじゃないですか。そうですね。なんかそれが全部分かっちゃってたら、まあ、それこそこので明日分からないから、うん、今日雪って知らなかったわね。ですよね。まあ、で降るにしてもこんなに降るなんて知らない。それでね、天気予報なんて当たらないと思ってるから確かに嘘でしょと思って、朝私ジム行くんですよ、はい、朝7時半からジム行って、はい、今日雪みたいねって言うから、え、嘘でしょみたいな感じで、おもてなし、思ってもなし、そうか、そういうことですね。思っても見ないこと成し遂げる、うんうんうん、だからそれと知らないこととかやったことないことが見つかることって素敵なことですよ、うんうんうん、だって今もう何でもあるし、誰でもやってるし、はい、なんかみんながやってることに
注目して私もって言っても、うん、そうね、最初にやった人は偉いと思うけど、うん、最初にやった人は偉いと思いますよ、うん、勇気あると思う。いや本当ですね、うん、いやでもさっきのそのこの大丈夫っていう最初の冒頭でここには一人っていうのが隠れてるよっていう話と、うん、あとこの本の中でも大丈夫策は無限にあると、なんかその辺の部分で、いややっぱりすごいなと思ったんですけど、うん、やっぱりこのコロナ禍で、まあ、いろんなね、もう本当にもはやこれまでかみたいな思うこともあると思うんですけど、先生の中でまさに大丈夫策は無限にあるっていう言葉からご自身の中でなんか最もそれをご自身で体現したエピソードって何かありますか？うん、あのやっても無駄かなとかね、うん、先のことは思わざるあるなってあってね、どっちみちやったって無駄じゃないかとか、な先のことを予言しちゃう人、予言とか先のこと言っちゃう人いるでしょ、うん、それに惑わされると本当になっちゃうから、うん、あまりそういう噂とか聞かない方がいいですね、うんうん、もう思ったら、ま、な思ったら本当にそれについて一生懸命やればいいんで、うん、やる前からなんかどっちみちやってもとか、それも予測かもしれないけど、うんうん、だから私あんまりマイナーのこと嫌いだから、うん、マイナーのこと思っても黙ってる、うんうん、やっぱり前向きが一番正しいかな、うんうん、先生のおっしゃるそのマイナーっていうのはいわゆるニッチっていう意味とも違う、なんかちょっとネガティブな意味での言葉ですかね。いやマイナーっていうのは、うん、まだやってないのに、うん、どっちみちやったってしょうがないでしょみたいな、そういう考え方、はい、マイナスな考え方、あ、そういう意味ですね、うんうん、やってみないとってとこですもんね、うん、やってみないと何の証拠もないし、うん、意味もないし始まらない、うんうん、だから まず今日から始めようみたいな、うんうん、いつも今日から、いつも今日から、うん、まあ、それこそ そこのチャレンジの先生も繰り返して今までこう成功を収められてきたと思うんですけど、うん、なんかそういう意味でこれ聞いてる方に、一つもしそういうそれこそ周りから絶対やめろとか無理よみたいに言われてたけど、先生がその今の話で信じてこう成し遂げたことって何かあげるとしたら何かありますか、ね、本当たくさんあると思うんですけど、せっかくなんで一つ何か。いや、あのね、やっぱりね、自分がいい思いをするんじゃなくて、うん、人のために尽くすことは、はい、面白い、うんうん、例えばこのちょっと一つの例なんですけど、はい、あの今回あの 豊島区 の、 とあのグローバルリングっていうところがありまして、そこでまあショーをやったんですけど、はい、そのショーをやるっていうことが重要ではなくて、うん、あのあるその、まあ、オーケストラの指揮者の人がコロナになって、もうとにかくもう、はい、もうどうしよう、家賃も払えないみたいな、はい、うん、ちょっと収入がほとんどゼロだっていうわけ。うん、それでね、オーケストラって団体は国で支援するけど、はい、フリーの人ってどれほど大変かってね、ちょっと切実なことを聞いてしまったんですよ。はい、でもね、何も収入はなくても、うん、やった人とやらない人って、お金じゃなくて、やった人は一つの自分の財産にもなるし、うん、その儲けようっていうんで株で儲けるかもしれない、そういう儲け方じゃなくて、結果お金はついてくるけれども、うん、とにかく何かやれることを考える、うん、お金のことはちょっと置いといてやれることを考える、うん、だから私ちょうど、その方音楽家だからね、はい、あの豊島区長とね1ヶ月ぐらい前に対談したのよ。ああ、そうですね、そしたら豊島区をねその劇場にするんだっていうものすごい大きなビジョン、面白いなと思って、それでねその区長が高野区長って言うんだけど、はい、うん、僕はあのここでファッションショーなんかやるの夢なんですよって言われたから、え、夢ですかつって、うん、でそういうの対談して聞いたから、はい、そこちょっと一緒に行って見てみないって即行ったんですよ。そしたらもうオーケストラできる会場があって、はい、外ですよ、はい、だけどね大きいんですよ、うん、そう簡単にちょっとお金もかかるし、うん、大変だけど、はい、やらないやろうってなって、うん、まあ、それからまあ文化庁に、まあ、あのいろいろ支援してもらったりとか、はい、いろいろ努力をして、
まあ、最低でもお金は入るので入れないといけない。でオーケストラ56人とアーティスト、それとバレエダンサーと、で真ん中に噴水があって、噴水の中で踊るとか、はい、もう最高のことできたんです。毎日雨なの、実は毎日雨なんだけど、その瞬間のやる2時間だけお天気だった。すごいでみんな知ってますよ、はい、これって奇跡ってあるのねって。うん、でも偉いのは雨だって分かってきた人と雨だから来なかったりするわけ。そうか、そうですね。この差ですね、人生は。うんうん、雨でも来た人、うん、ものすごい得したと思う。本当ですね。で雨だから来なかったりするの。うん、で雨だから来なかった人がいい席1個空いたの。うん、でもったいない席空いたんですよ。うん、で来てもらいたい人に電話したら行きます、うん。雨だけど行きますっていう人のこの差、全然人生違う。そう考えると、さっき先生とね、実は始まる前に僕4年前のインタビューの時に別の本で、やっぱり例えばアポイント2つあったら両方途中ででも行きなさいって言っていただいて、 それで僕もこの4年間実行してきたんですけど、本当にそのちょっとした差を積み重ねですよね。微妙ですね、考え方よね、それもね。いや雨だから行かない、雨でも行く、はい、今日雪だけど、行く、うん、だから雪は雪で楽しいじゃないですか。いや本当です、ね、もう最高の冬物着ちゃおうとか、うんうんうんね、考え方次第です、ね。うん、でも本当にそこで朝起きたらなんかグズグズして、なんか風邪気味だし、外は雨だし、やめるわっていう方がやめることになった、うんうん、であるもっともっと有名な人に私電話して、はいはい、ちょっといい席空いてあんた来ないって言ったら、うん、あ私行く雨でもって、うん、この人はもうやっぱり一流。うんうん、ちょっとした違いですけど大きいですね。めちゃめちゃ大きい、うん、この差は大きいなと思うね。やっぱ現役の人はね、はい、躊躇しない。あ、雨だろうが何であろうが直感がいい、直感っていうかな、うんうん、まあ、だからこそ現役だし、現役だからこそそういう直感が、そうです、そうです、ね、だから現役でいることですね。いやそれこそなんか先生がやっぱりどうしてこれだけ長きにわたりずっと一線でっていうのを後で伺いたかったんですけど、やっぱりまさに そういうこともあるんですか、ね、そうですそうです、常に現役、うんうん、ゆっくりしましょうっていう気は全くなくて1日24時間以上何かしたい人だから、はい、欲張りです。まあ、さっきも美しいっていう話出てきましたけど、美しいものは人をポジティブにするってありますけど、先生の中でこの最近の最も記憶に新しい美しいものって何でしたかね。うん、今日も美しいです、まさに雪である。美しいものって、うん、その時にその時違うからね。そうですね、うん、じゃあ昔見て美しかったなっていうのは、それは私偶然に見たっていうのもあるし、うん、いやありますよ。もうパリだったらエッフェル塔で、うん、8時9時となるとパタバーってもうすっごい綺麗だし、うん、大好きなんですけど、うん、で美しい海とかも好きだけど、はい、うん、その時美しいと思うんで、うん、じゃあ今それが最高かっていうと、うん、いや目の前にあるものを美しいと思います。やっぱり今すごい大事にしてますよね、うん、ずっと記憶の中で探すんじゃなくて、うんうん、目の前にあることで探した方がなんか生きるんじゃないですかね。もうそれ美しいだけじゃなくて全ての人そうですよね。なんか今いるものとかあるものとかにフォーカスした方が、まあ、美しいものってどんどん変化していくから決められないけど、うん、エンディングのお時間です。インタビューでは皆様の早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。エピソード説明欄の URL からどしどしお寄せください。またいただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは2月の28日の夜19時からです。たくさんのご質問お待ちしております。また早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも、2月の16日水曜日19時から Zoom にて開催します。今月の本の紹介をお願いいたします。はい、今月はですね、リチャード・ロイト・パリーさん、ザ・タイムズの東京支局長、かな現在もですかね、おそらく、の、彼の
この津波の霊たちという本で、副題が 3.11 死と生の物語ということでですね、彼が6年かけて東日本大震災直後から現地に通って取材したルポです。まあね、当然現地でいろいろ家族を失ったり、いろいろすごく傷を負った人たちのですね、その後丹念に追ったルポで、まあ僕もね、まあ、新聞記者時代いろんな取材してきました。短い時間でしたけど、でそれを丹念にこう6年かけるっていうのが、いくらテーマが大きいとはいえ、いかにまあすごいことか。そしてこの文章も中身も本当に素晴らしいので、震災からね、ちょうどもうすぐ11年ですけども、まあ、少しずつね、やっぱりその当事者、まあ、国民全員が当事者といえば当事者ですけども、やっぱりまあ、誤解を恐れずにも僕自身もね、その仙台とか、東北にはいませんでしたので、やっぱり少しずつね、戦争体験もそうですけど、風化していくところは個人的には、まあ、あるし、それではいけないと思っていたので、まあ、その矢先にこの本をたまたま去年、拝見してですね、素晴らしいなと思ったので、今回このタイミングでお届けしたいと思ってます。記憶ってね、どんどん忘れ去られていってしまいますよね。そうですね。なんか、私もそうなんですけど、なんか読書の習慣つけたいんだけど、でも自分じゃ読まないしなみたいな方にもおすすめのイベントでもあるので、ね、はい、ぜひ皆様気軽にご参加お待ちしております、はい、さあそんなところで今回もお別れの時間がやってまいりましたが、なんかもうそろそろ直接お会いして収録したいですね。あ、そうですね、せっかくできるようになった途端にまたね、そうそうそう、って感じです。この収録時点は1月某日ですけど、またね、まん延防止法も出そうですけども、まあね、それこそこれ流れる頃はさらに情報が変わってるんで、ちょっと時間差あるかもしれないですけどね、まあ、オミクロン自体がまあ、これが最後じゃないとはいえね、少しずつエンデミックって言葉もありますけど、いわゆる終わりの始まりみたいな感じでね、少しずつその兆しっていう声もあったりもするので、まあ、その辺も実際のところ分からないですけど、まあ、前向きなね、そういうことは一つ一つ、まあ、ちょっとね、信じつつ、引き続き、まあ、そのリアルでできる日をね、まあ、心待ちにして僕らもやっていければなと思います。そうですね、コロナの様子も見つつ、再来月あたりにはって感じですね。だね、そうだね、暖かくなる頃にはね。皆様もぜひその日を楽しみにお待ちください、はい、ということでまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さようなら。